私が今回クメン共和国の大統領に立候補したポルポタリアである。私ポルポタリアは元クメン王国の一兵士であった。しかしクメンの社会を変えることを一番に考え、生ぬるい正規軍を抜けて傭兵となったのである。そう、クメンは今こそ近代化するための力が必要であると当時の私は考えたのだ。まずはこのクメンの話をしよう。クメンは惑星メルキアの老来シル大陸の南端にあたるバラミル半島に位置する国だ。メルキアの亜熱帯地域に存在し、国土の大半はジャングルに覆われ、国を縦に分割しているムナメラ川はいくつもの河川が集まってできている。当時のクメンはメルキアにありながら新バララントを唱え、さらには完全に独立を果たすためメルキア政府とは20年にわたって対立関係にあった。クメン王国は完全自治権を主張して我が連邦政府と交戦状態にある。そのため100年戦争時、バララント軍の爆撃によってメルキア全土は荒廃したが、クメンはその中にあって広大な熱帯雨林という豊かな自然環境を残す貴重な土地となったのだ。王族による統治が行われており、首都はザイデン。国民の大半を農民が占めることから農耕の神バンヌー神を厚く信仰している。そんなクメン王国は農業が主産業であったため、他の国と比べて近代化がかなり遅れていた。そのためクメン王国政府の中でクメンも近代化すべきだとの声が増えていくのは時間の問題であったのだ。そしてついに新バララントのクメン政府は戦後、余力の出たメルキアの介入を恐れて工業化政策を実施。このような時代の流れは止めることは難しく、クメン王国政府では近代化推進派が多くを占めるようになり、主級派の立場は肩身の狭いものとなっていったのだ。そしてついにクメンは争いの絶えない時代へと突入していく。決して豊かとは言えない国の実情は、近代化を促進しようとするクメン王国政府とその恩恵を受けられずに犠牲を強いられている農民との間に軋轢を生じさせることとなった。それにより農民たちはビーラーゲリラとなってクメン政府への抵抗運動を開始する。しかしクメンが大規模な内乱へと至ったきっかけは、クメン王国の第三王子ヒロラム・カンジェルマンの存在であった。カンジェルマンはクメンの近代化を問題視し、その考えに賛同した支給派ビーラーゲリラと共に反政府組織新生クメン王国を作り上げたのだ。国民が信仰しているバンヌーの神は大地と豊穣の神なのだ。私は父と兄に逆らってこの新生クメン王国を建てたが、これは聖戦だ。なお、このカンジェルマンは私の元上官であり、当時は親しい間柄でもあった。そのためこの事件をきっかけに私とカンジェルマンはたもとを分かつこととなる。そして中にはラモージーンのようにゲリラたちに協力していた人たちも点在していた。そしてカンジェルマンはムナメラ川上流に位置するオククメンの村派にあった古代遺跡の一つをカンジェルマン宮殿と名付け居城としたのだ。その後支給派の人間もここに移り住むようになり、地下には外見とはそぐわないほど近代的な軍事施設も整うこととなる。さらにカンジェルマンは当時戦乱の陰で暗躍していた謎の組織秘密結社への協力を条件として最新AT であるスタンディングタートルや設備の導入を取り付けた。これによって新生クメン王国は反政府組織という規模を超えた強大な組織となっていったのである。もちろんクメン王国政府もこのような動きには黙ってはいなかった。クメン王国側では反乱勢力の躍進に対抗するため軍事基地アッセンブルを各地に建設。 EX-1 の建設を皮切りに最終的には EX-10 までの10カ所の基地が作られることとなる。アッセンブル基地は EX-9 までは正規軍、天のみが傭兵軍という編成で成り立つ組織であった。しかし内乱が激化していくと EX-6、EX-7 はビーラーゲリラによって壊滅、その他の基地も半壊状態となってしまう。しかしその中で最新のアッセンブル基地である EX-10 は100年戦争の終戦で行き場のなくなった手だれの傭兵たちが多く集まる基地であった。
さらにはブールーズゴウトという人物の協力で裏ルートを使って最新鋭機種のダイビングビートルの導入に成功する。こうして最高司令官ゴンヌー少将率いるアッセンブル EX 店はビーラーキラーの名でゲリラに恐れられる基地となった。それではアッセンブル EX 店の指揮官ゴンヌー将軍閣下から訓示がある。よーく聞け。かくいう私も当時はこのアッセンブル EX 店の一員として神聖クメン王国と最前線で戦う立場であったのだ。そしてついにクメンの内乱は終結へと向かうこととなる。このような小国の規模を超えた内乱に発展しつつあるクメンの動乱であったが、その流れを変える大きな転機となったのはメルキア連邦とクメン王国の停戦である。クメン王国政府にとって強大化するビーラーゲリラの存在は近代化の妨げであるだけでなく、国の立て直しすら不可能なほど荒廃する危険性を秘めていたといえよう。そしてその一方でメルキア連邦は当時開発中であった噂の強化人間を秘密結社によって奪われており、その強化人間の奪還という目的があったと聞く。これにより両者の思惑が一致、神聖クメン王国と秘密結社という共通の敵ができ、劇的な停戦へとつながったのである。ただしこの状況は実はカンジェルマンにとっても願ってもないことであったのだ。実はカンジェルマンの目指すべきものは反乱勢力を起こした後もこのクメンの独立のために近代化を進めるということに変わりはなかったのである。つまりカンジェルマンの真意はクメン近代化の障害となる頭の固い古い考えの者たちを神聖クメン王国として取りまとめた上で彼らを内乱によって自身も含めて消滅させることにあったのだ。我々は負ける。古き者は全て滅び、その戦火の果ての怪人が全て風に散った時に本当に新しい区面に生まれ変わるのだ。小国規模を超えた内乱のさらなる拡大、そしてメルキアを招き入れたことも王族一の軍事戦略家であったカンジェルマンの計画通りであったといえよう。そしてその結果メルキア軍による無差別攻撃が行われ、カンジェルマン宮殿の全てが焼失した。これによってビーラーゲリラは壊滅し、このクメンは新たな第一歩を踏み出すこととなったのである。ただしこれらの出来事はあまりにも大きすぎる代償であったと言わざるを得ないだろう。今後このような愚行を繰り返さないためにも当時の悲惨な状況をよく知るポルポタリアを皆の力でこのクメン共和国の大統領としてほしい。ポタ、私は地獄へ落ちるだろう。お前には生き延びて来たるべき世界を確かめてほしい。そして最後にぜひともチャンネル登録と高評価をお願いしたいのだ。それではまた別の動画でお会いしよう。